本当にやっぱ寂しいものですし、その当初はやっぱり緊張してましたし、頑張らなくちゃっていう気持ちが強かったので、頑張ってやられたんですけども、だんだんこうね、ちょっともこう動いていかないし、解決もしないし、何にもわからない。お父さんももう二度と帰ってこないっていう思いがね、やっぱり交錯して、年齢もいってくると、やっぱりこうそういう寂寥感みたいなものが強くなってですね。寂寥感。早紀江さんは今の思いをそう語りました。横田茂さんはめぐみさんとの再会がかなわぬまま2020年6月5日に亡くなりました。その間、めぐみさんの娘ウンギョンさんに会えたことはわずかな喜びだったといいます。しかしその後の進展はありません。本当に進展していかない。何にもわからない。なぜわからないのかっていうこともわからない。で、何があってこうなんですかって、何でもいいから明らかにしてくださいっていうことを一生懸命伝えてますね。岸田総理は日朝会談の実現に取り組むと強調しています。しかし現状は政治と金をめぐる問題などばかりが取り沙汰され、進展は見えません。大変なことが日本の中で行われていたのに、なんでこんなのんきなんだろうっていう、その思いが今一番大きいですね。本当にもう何もかも丸投げしてでもバッと言ってね、会えるような状況をね、作ってもらいたいなと思いますよね。